はい、SG 相模原監督会見です、今日の振り返りからお願いいたします。そうですね、まあ、このシュート数とかね、そういうのを見てもらえれば分かると思うんだけど、やっぱり、風下風上っていうところでね、前半はまあうちがシュートをだいぶ打ってて、でまあ藤枝の方がシュートゼロで、まあ、後半10本打たれて、まあ、藤枝が後半2本しか打ってないっていう、まあ、その中でね、向こうがやっぱり1点決めきる力があったんじゃないかなと。でやっぱり前半9本打ってるうちに、やっぱり僕、ね、自分たち僕らもやっぱり決定力のところで、まあ、2点3点入るチャンスがあった中でなかなか決めきれないんですよ。まあ上位そうだね、上位のチームのと下位のチームの、うん、そういうところの差なのかなっていう、まあ今日はそれに尽きる。ただまあ相模原として、まあ、1個成長っていうのは、まあ、前半ゼロで帰ってきたっていうところ、まあ後半前半のところで、まあ、徹底して相手の裏を突こうっていったことに関してはしっかりと忠実に、まあ、走ってくれた選手たちには、まあ、感謝したいなと。で、まあ、なかなかね、相模原のサポーターの皆さんと関わる皆さんにはなかなかいいお酒を飲ませられないのでね、笑顔を持って帰ってもらえないので、まあ、そこは本当に監督である僕の責任かなと思います。もう少し待ってくださいとも言えないので、またしっかり来週、まあ、首位の鹿児島になるのかな、まあ調子のいいチームなので、しっかりとこういうチームに勝ちきれるようにまた1週間準備したいなと思います。はい、では質問に移ります。神崎の質問お願いします。あの、まあ、今日小保谷選手が久しぶりに戻ってきて、うん、まあ、ロングスローもそうですし、まあ、全然パフォーマンス的にも良かったと思うんですけど、立川監督の評価をお願いします。そうですね、あの、まあ、ハードワークしてくれる選手っていうのは、まあ、もちろん最初から分かったことなの で、まあ、実際体調的にね、やっぱりこのゲームとただの練習っていうのは違うので、どこまで持つかなっていうのはあったんですけど、まあ、オメヤのそのロングスローもだいぶ相手も嫌がってたし、そういった意味では、まあ、すごくチームの、チャンスメイクもしてくれたし、もちろんまだディフェンスのところとかね、細かいミスはありますけど、まあ、最後まで走ってくれたので、まあ、しっかりこうサイドバックとしての合格点は出せるんじゃないかなと思います。まあ、前半に関しては本当にまさに相模原のゲームだったと思いますし、ただあそこでやっぱり決めきれないことで後半ちょっと流れが悪くなるかなっていう可能性っていうのは立川監督も感じていました。そうですね、逆に、まあ、後半になって裏を突こうっていったところは、まあ、選手たちと一緒に同じように、ね、繰り返していこうと。そこはただやっぱり少し単調になりすぎたところがあるし、まあ、だからそういった部分のところでは全てにおいて相手のディフェンスがもうバックステップを踏んでいるときに裏を狙ったところでも仕方ないし、やっぱりそこは1本の出し入れを入れながらそのスペースに誰かが走るっていう、これがやっぱりもうちょっと積み上げなきゃいけない部分なのかな。だけど、まあ、藤枝とかはまあ逆にそういうパスがね、すごくこう相手の監督さんがやってるサッカーのところをしっかり向こうの選手たちも、ね、突き詰めてるし、いいチームになってきてるっていうのがあるので、まあ、やっぱり1ヶ月ちょっと経っただけの、まあ、僕のところだとやっぱりまだ積み上げの部分、そういうところがいい部分はやっぱり伸ばしながら、やっぱり悪い部分を埋めていかなきゃいけないっていう作業がやっぱりスピーディーに行わなきゃいけないところが、まだちょっと自分の力不足なのか、まあ、選手にこう意識させることが少しちょっと足りないのか、少しちょっとそこは自分の中でも反省しないといけないな。しっかりもっとこう突き詰めて妥協せずに、ね、妥協させてさせないように、やっぱり選手たちにやっぱりもうちょっとここまで来ると厳しいことね、厳しい言葉でやっぱりちょっと言っていかなきゃいけないのかなっていうのを少し感じているので、まあそうですね、いい部分もあったし、まあ今日は前の選手たちもまた前のように何か謝ってくるし、ね、まあ後ろの選手たちはこの1っていうのはね、ゼロにしないといけないっていうので、もちろん映像とかも見れば多分一目瞭然なので、今日はあえてあんまり選手たちにも言わないですけど、まあ、前向いてやっていこうっていうところで、まあでも下を向いてもしょうがないので、しっかりとこの何だか大大差で負けるようなゲームがないんですよね。そうは言っても、この僅差っていうところで、やっぱりそれをなんとかこっちにひっくり返せるようなパワー、まあ今週選手たちと一緒にほんの少しの食い違いじゃないのかな、かけ違いじゃないのかなって
歯車が、でもまあ今日は少しちょっと歯車がちょっとかすり出したのかな。これがカチッとはまったらやっぱり大きな力になってくるんじゃないかなと。まあそうやってくれる選手だと信じているので、諦めずにしっかりと上がってやっていきたいなと思います。うん、いやだ。お願いします。今日は前節フォーメーション変えてきましたけれども、そこの狙いと評価っていうのはいかがでしたか。うん、まあもちろんね、自分のシステムはもう4枚でやるので、まあこの間3枚で少しちょっとしよったのはやっぱり失点を止めたいからね、何かやっぱり策を講じないといけないっていうね。その中の、まあ、自分のチョイスが3にしたっていう。それが結局3枚にした選手が全員失点に絡むっていうね。これはもちろん采配ミスのね、って言うしかない。これは認めるしかない。だけどやっぱりそこにやっぱ抜擢した選手たちもやっぱりこれだけチャンスをたくさんもらえるチームってない、はっきり言って。だからその中でこうやっぱり誰かがハマらないかなって言ってこっちが試してる以上、やっぱりもう少しねプロフェッショナルにならないといけないのかなと思う。そこは選手はもちろん J2、J1 っていうね、この僕らの選手たちの上にあるわけだから、そういうところをやっぱり選手たちも目指すためにやっぱり努力しなきゃいけないし、意識を高くやっていかなきゃいけないし、こっちはそのためにね、うちの選手たちの中でもちろんいいパフォーマンスを出してもらうように、いい仕事をしてもらうように、で逆に言えばいいカテゴリーにどんどん引っ張ってもらえるようにと思ってやっぱり指導しているので、まあそこは一生懸命やってくれているけど、やっぱりそこがもっともっともっとっていうところを自分でもそうだし、やっぱり僕らもそう思ってるので、そこはやっぱりね、これからもやっぱりやっていかなきゃいけないし、まあ4枚っていうのが、まあ、ベースね、僕らが例えば今相模原、例えば相模原で新しくなって俺と勝つかっていう監督になったところでは、もう4枚っていうのはもうベースのところでやっていきたいなと思う。まあそういった中で、まあ今日は前半の部分のところでは文句なしがね、よく頑張ってたと思う。ただやっぱり一本を守れなきゃいけないっていうのがディフェンスのその厳しいところ、あれをマークやっぱり外したらいけないっていうのがね、ディフェンスだからね、そういったところはやっぱり映像を見れば多分一目瞭然だと思うけど、まあでもそしたら反省してもらうしかない。決して別に崩された得点じゃなくて、自分が少しほんだけほんの少し注意するだけで、失点も逆に言ったら今までこれで8試合なのかな、8試合かな、で12失点もしてるようなところがね、少し収まるんじゃないかなと思って、まあ次パワーもある鹿児島なんでね、逆にこういったチームにゼロで逆に勝ったりすると一つのきっかけになると思うので、なんだろう、楽しみだなと思ってます。逆に鹿児島を倒すために1週間努力したいなと、まあ分析も含めてやっていきたいなと思って、まあ、選手たちもそんなにこう、なんだろう、チャンスがなくて負けてるわけじゃないから、そんなにこう普段の練習も暗くもないし、やっぱりそこを決めるところはやっぱり選手たちがシュートレイやるなり、やっぱりセンターバックがそのマークのところの部分とかっていうのはできないんであれば、こっちがやっぱり練習で組んでいかなきゃいけないので、まあ選手とともに成長するしかないので、まあまたそういう、なんだろう、今日の試合の振り返りを信じながら、やっぱり、まあ、選手と一緒にね、僕も成長していきたいなと思います。いいの？はい、いいんだね、本当にすごいな。でもまあ前半ね、ゼロだったし、まあよく守ったけどね、この1本だね、1本10本で1本入れる。悔しい試合だね。勝てたゲームでもあったかなと。はい、はい、以上になります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では相模原選手会見、田中選手です。ご質問お願いします。はい、田中選手お疲れ様でした。まず今のちょっと率直な感想を教えていただきたいんですけれども、今日の試合の入りも勢い
まあ、自分たちはいつも以上にやりましたし、気合入ってましたし、まあ、前半ゼロでっていう中 で後半入って、入りも悪くなかったですけど、まあ、勝ちきれなかったのが、そのまま悔しいです。しばらく左サイドバックで出ている出場が多かったと思うんですが、今日はボランチでした、まあ、自分自身どういう役割を期待されてピッチに立っていたと思いますか。そうですね、久しぶりのボランチで、まあ、今日は特に、まあ、長いボールが多かった分セカンドボールにして、セカンドボールをマイボールにする、自分たちのボールにするっていうことをより意識しました。ディフェンスラインの背後を狙っていくっていうとか、まあ、あるいは加藤君の高さを生かしていくっていうのは、もうチームとしては結構できてたっていうふうに感じてますか。そうですね、特に前半はまだゼロでいこうっていうチームみんなの共有と、またその加古井さんの、ロングキックを使ってみんなで共有できていって、まあ、やることがはっきりしていた。ある程度も相模原が押し込んでいる状態でチャンスも多かったと思うんですが、なかなか点が取れず、後半1点取られてやられてしまったっていうのはいかがですか。ちょっとやっぱり、まあ、悔しさに残ってたと思うんですけど、まあ、もちろん失点も、まあ、もったいないというか、まあ、あそこだけというか、まあ、あれを知らないといけないですし、やっぱ攻撃もう点を取れるシーンは何個かあったし、まあ、そこで取りきれないならもっともっとチャンスを多く作って、でその中で回数を増やして決めていくしかないと思うので、そこは、まあ、毎試合毎試合そうですけど、まあ、また反省しなきゃいけない。次は、まあ、本当に上位にいる鹿児島エナイテッドさんになりますけれども、その試合に向けてのまあ、次、まあ、東芝ユナイテッドは、まあ、強いですし、つなげるチームですし、まあ、また、まあ、藤枝が今日の、まあ、相手もつなぐところに関しては、まあ、J3 はトップホールドなので、まあ、またより全員で、まあ、守備のところを共有して、で攻撃をよりチャンス作れるように、練習に徹底してやっていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。エルゴラスさん、結果的にシュート本数の11本でしたけども、こう多くこじ開けるために、チャンスの数を増やすには、こう田中選手としては、まあ、ボランチとして何がこう必要だったと感じていますか。シンプルにクロスで言ったら、まあ、クロスの本数も増えていく中で、まあ、ボランチが片方入れるだけでも、まあ、人数を増やすっていう意味で、まあ、自分が中に入っていくっていうシーンも増やしていかないといけないと思いますし、まあ、自分のボールセカンドボールを拾った後のミドルシュートだったり、そういうところを磨いていけばより相手の脅威になる。あと小谷選手のロングスローがだいぶ武器になっていたなと思うんですけども、そのためにも相手陣地に押し込むことが必要かなって感じていて、まあ、そのためにもこう押し込むにはどういったところが必要になりますか。その今日の前半で言えば、その蹴った後のセカンドボールをマイボールにするっていうところを引き続きやったりだとか、あとは相手が引いたときにしっかり後ろから前に押し込むためにつないでいく、その判断を全員が共有できればより相手陣地でプレーすることができます。はい、ありがとうございます。以上で終了します。お疲れ様です。ありがとうございました。小野先生、よろしくお願いします。まず、石井相模原でのデビュー戦は、まあ、ちょっと前で、はい、その試合では前半で、まあ、交代して、そこからちょっと怪我で少し、まあ、リハビリだったりがあったと思うんですけども、はい、今、実際相模原に来て、来るっていうのを、まあ、そもそもこう決めたっていうのはどういったところがありましたか。まず一番は自分を必要としてくれる思いがすごく強くて、
で、まあ、そのチームの状態も含めてより成長できる道を選んだという。あの前も先発出場で今回も復活してすぐに先発出場しました。まあ、薩川監督からどういうことを期待されてどういう役割を言われて臨みましたか。まあ、左足のクロスであったり、まあ、上下であったり、まあ、今日とか特にあのロングスローのところは両サイド投げに行ってたんで、まあ、そういうセットプレーのところでの自分の良さとか特徴とかを期待されていたんじゃないかなと思います。ロングスローに関しては、うん、本当に、まあ、両サイド投げてたという話がありましたけども、チームとしても今日はそこで点を取りに行きたいというのはありましたか。あ、そうですね、はい。でもまた、あ、そうですね、もっと練習の中で合わせる時間とか、トレーニング詰めていけてなかったので、トレーニング詰めていって合わせる時間を増やしていけば、もっと目につながっていくんじゃないかなと思います。で、だからまあちょっと相手が慣れてきちゃって、対応されてきちゃったところがあるので、まあ、初めの前半の1、2本しか目に見えたチャンスにはなってなかったので、実際、まあ、前半はかなり落ち込んで、はい、そこで、まあ、点を取りきれなかったと思うんですけれども、後半やっぱり難しくなるなっていうのを感じられてました。いや、逆に前半ゼロでいけたっていうポジティブなところもあって、まあ、ここに3試合ずっと早いうちに選手なんで、まあ、それはあったんですけど、まあ、おっしゃる通り決めれるところは 3,4 点あったんで、まあ、そこも物にできないのが今のこのチームの結果につながっていると思っているので、でもまあその後半に入って、まあ、チャンスがなかったわけではないですし、その風上になって、まあ、ボールが前に進みにくい状況でも試合でつないで自分たちはできるんで、まあ、でその最後にその失点してしまうところでの弱さであったり、まあ、まだまだ成長し合いがあるなと。次は鹿児島ユナイテッド戦ということで、まあ、本当に上位の相手と試合になりますけれども、小松先生はどういうふうに臨んでいきたいと思いますか。まあ、そうですね、準備のところはもっと詰めるところ、さっきも、言いましたけど、ロングスローのところとか、セットプレーのところもありますし、まあ、本当に練習から、まあ、戦うところであったり、まあ、そのマイボールにするとか、局面で勝つとか、まあ、そういうところを、まあ、今日なんかセカンドボールで田中陸選手が勝って、やってましたけど、そういうところで全てのポジションで勝っていかないといけないなと思いますし、あとまあ失点のところのクロス対応とか、まあ、上げさせないところであったり、そういう細かいところを突き詰めていかないと、結局守っててチャンス作ってても、ああいう形で失点してしまうと同じ結果になってしまうと思うので、まあ、それを練習からしっかりやっていきます。ありがとうございます。はい、富山戦でデビューしていて、まあ、連勝があったり、4戦勝ちなしっていう結果がチームとしてあったと思うんですけども、まあ、その際、母屋選手のこうチームの状態、どのように見ていて、まあ、今日出たらどんなプレーしようと考えてやっていました。まあ、そうですね、まあ、勝った試合も、まあそのまあ、北九州なんか2戦失点して、失点していたり、まあ、いないよっていう試合は少なかったと思うので。まあ、練習中からも、まあ、スタッフから求められているところができているというわけではなかったですし、で、まあ、そこをやろうとしている声ももちろんありましたけど、まあ、まだまだその一人一人の部分でもっと違うことができるんじゃないかなというのが正直なところで、まあ、自分が入ったらまずその失点しないところをディフェンスラインとしてまず持ってて、まあ、でもちょっと失点してしまうとすっごく落ちちゃう印象がすごいあったので、今に一問を言われてると。で、まあ、そうなっても、なることもあるんで、そうなっても、プラスな言葉をかけて、いいプレッシャーをどんどん褒めて、雰囲気盛り上げて、やっていかないといけないなと思ったので、そこを意識してやました。はい、ありがとうございます。では、会見以上になります。ありがとうございました。